それでは今月もやってまいりました、ナルクアンシェルの皆さんと遊ぼうのコーナー、今日はてっちゃんけんちゃんです。どうもお願いします。本当にもう月1レギュラー、ね、今日ねちょっと不安なのはね、うん、朝ニュース見てたら、うん、池田のあなた、はいはいはい、口には注意って今日トークあるやん今日気をつけないでちょっと、そうそうそう、占い見えるんですねでもね。いや俺ね、占いになった瞬間消すんですよ。気になるから。そうかそうかそうか。なんかこれでなんかしょうもないもん持たすでしょ、なんか、はいはいはい、今日はバナナとかがいいです。そうだよね。しょうもないもん持たすでしょってことは結構律儀持ってってる。そうそうそう。持ってないとかさあるでしょ。あるある。けど今日は喋りすぎたあかんそう。見ちゃったんですね。じゃあ見ちゃったんですよ。なるほど。気をつけてください。気をつけながら喋ってください。なるほど。フェス君は、普段はね、普段の方が喋るよね。テレビ出てる時って緊張もあるんやと思うんですけど、で多分そうでしょ。緊張っていうか遠慮。遠慮してる。じゃあ俺なんかがあんまり喋っても、お茶の間の皆さんは、変わるよ、カットしろよみたいな。いやそんなわけないじゃないですか。そこと言ったらもう俺ら喋れませんよ。ここはそんなの気にしたら腕の見せ所でしょ。ね、そらせよね。喋らない人もトークで好きだ。そらせよ。そらせよ。確かに。でも、ケン君もそんなに喋る方じゃない。今日すごいですね。そう。喋りすぎ注意。これが災いのもとになっちゃう。やっぱりね、ラルカシェルといえば、やっぱね、全世代にこうアピールしていかなきゃいけないバンドだと思うんですよ。ということでですね、今日ちょっとですね、企画と題しまして、おばあちゃんの原宿巣鴨で聞きました教えてラルク直撃クエスチョン。初恋いつですか。まあよく幼稚園とかからあったりしますよね。じゃあ逆にちゃんと異性だ、この子は異性だなと思って付き始めたのは初恋しましょうか。毛が生えてからね。中学ぐらいですかね。中学毛が生えた。毛が生えた。毛が生えた。大人が言うとあかんこと。微妙にトラップがあるやん。勝手に自分で罠つけた。どんな子か覚えてますか。部活何やってた子とか。どの子やろ。どの子やろ。ちゃんとデートしたとか。初めてデートした。もうデートしたんですか。その子はバレー部でしたね。バレー部。バレー部。同級生ですか。なんでそんなに。いやいや。聞きたいです。ね。どれぐらいから幼なじみ。中学同じだからね。そうか。知ってるじゃん。そのじゃバレー部の子は。卓球部のヒーロー。そう、卓球部のヒーロー。そのデスさんのお相手のバレー部の子分かりますか。いや覚えてないですか。いやこれこそトラップや。いやいやいや。ちなみにじゃあケイさん初恋なんですけど、ケイは早くない。平気人はいい。平気人はもう分かりません。しかも未確認だから分かんないですけど、相手もね、相手の毛のことは今日すごい面白いんやけど、今日すごい喋ったらあかんない。大丈夫、どんどん喋りましょう。今日編集聞きますから大丈夫です。小学校3年ぐらいかな、交換日記みたいなの。おー、いいですね。内容っていうのは、いやそんなやらしいことは求めてないです。インドばっかり書いてる感動小説みたいな。全然やらしくない。普通になんかこう、なんかもっと喋ろうよと。学校でもっと喋ろうよと。今日は喋ったねとか、そろそろ生えてきたねみたいな。悩みを抱えた時にどうやって解決しますか。悩むことってあります。今仕事してて。ありますよ。やっぱお仕事のことですか。仕事だったりプライベートなこと。なんか解消法みたいなあります。なんかこういう時はこうするとか。いやもうひたすら一人で悩む。一人で悩む。一人で泣くみたいな。泣くんすか。泣きますねよ。泣いてスッキリするみたいな。うん。終えるみたいですね。上京してきた終えるみたいな。泣いて忘れようみたいな。ありますか、悩み事を解決するとか、悩み解消する時とか。寝れば大体ね、次の日は忘れてますよね。から忘れてる。寝ても寝て食べて食べて。哲くんってでも A 型？ A 型。A 型。AB 型。あ、AB 型。いやでも切り替えがうまいよ。早いんだ。なるほど。切り替えがうまい。なんか最近悩んだこととかありました？ちなみに。
ないですね。いいですね。まあ、悩まないタイプ。本当ね、うん、忘れっぽい性格がね、こういう時は便利。ああ、いいですよね。やっぱりそのシルバーレディにですね、うん、ロックとお笑い、これ果たしてどっちがモテるんだということで、うん、ちょっと我々ね、厚かましくもちょっと挑戦させていただきました。アンジャッシュが生まれ変わったら、うん、どちらのお婿さんにするならどっちということで、うん、ちょっと一か八かね、ちょっとね、いや、これ勝っちゃうんじゃない、これ行きましょう。どうなんだろう、どうなんだろう。巣鴨で聞きました。ラルクとアンジャッシュ、生まれ変わったらお婿さんにするのはどっち。こういうのがお好み、私はごめんなさい、私があの鉄さんで、なんとなくこう雰囲気がある、雰囲気感じが、いい勝負だ、いい勝負。私はこういう子が好きだね、こういう可愛い感じの子。よし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 。私この子が好き、鉄。おー、なんでだ、いい勝負、いい勝負、可愛いから。おー、最後の一人。ラスト、来い来い。そう、この人。よっしゃー、まだいいから。やったー、これは、ね、歴史的勝利が。小島さん、なんか一癖ありそう。おかしいなと思ったんだけど、全部お前に入ってんだもんね。確かに僕写真笑顔なんですよね。それかなりのアドバンテージ。また食べたいな、ラルクは。俺一票も入ってないじゃん、ね、全然嬉しくないこれ。いやー、なるほど、嬉しい。てつくん、ちょっとね、シルバーレディに。いや、写真良くないと思うわ。あれはでも写真がね、ちょっとあれですよね。後ろバック黒でさ、もっとなんか爽やかな色で。確かに笑ってたんですよ。笑顔の写真なら。確かに。俺ら笑顔の写真ないじゃん。でも笑顔を作れば、おばあちゃん世代もあっと近づいてってことが分かったよね。ね、笑顔ね。新たな性です。あ、笑顔。ナイスマイル。じゃあこの感じのままで、うん、今日の素敵な曲の紹介の方、うん、笑顔でお願いします。笑顔でね、ラルクアンシエルでリンク。